はい、ナオズです。今回は6月に紹介した届いたトミカを一気に見ていきます。まずは紹介しないトミカからいきましょう。トミカショップオリジナルの日産フェアレディ Z トミカタウン覆面パトロールカー仕様になりますね。よいしょ。ボディカラーは紺色のソリッドになってます。フロント周りライトは塗りつぶされてますね。グリルはシルバーになってて、バンパーはシャーシから連続したダイキャスト製になってます。黒の塗装になってます。で、左右のドアを開けることができて、インテリアは黒一色です。ルーフには赤色とクリアパーツがついてて、後ろの方にトミカショップとプリント入ってますね。で、リア周りシルバーの塗装があって、その上にテールランプ、プリントがついてます。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。レギュラー行きましょう。ホンダ Nボックス 通常版になります。これはライトがいい感じでしたよね。ボディカラー白のパールになってます。フロント周りライトはクリアパーツで、奥に造形がありますんで、これはかなりいい感じですよね。で、グリル凹凸しっかりありますし、その下黒いところはマットの黒の塗装になってます。フロント周り丁寧にできてますよね。で、サイドなんですが、窓周りモールとピラーの一部が同じくマットの黒、インテリアはグレーになってますね。で、リア周りテールランプはガンメタの上に赤のプリントが重ねてあります。ここも丁寧でいいなと思いますね。で、車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。ホンダ Nボックス カスタム初回特別仕様になりますね。出していきます。ボディカラーはグレーのパールになってます。フロント周りライトはダーク系のクリアパーツで、そこに白いラインがプリントで入ってますね。で、グリルは黒いところ、これ成形色で、下の方にシルバーのラインがプリントで入ってます。で、下の黒いところはマットの黒で、ここにもシルバーが入ってるんですよね。かなりフロント周り細かくできてますね。で、サイドなんですが、ホイール黒になってて、窓周りマットの黒になってます。インテリアは黒一色ですね。ルーフは黒のソリッドになってて、テールランプこっちはガンメタにシルバーが重ねてありますね。これもすごく丁寧じゃないかなと思います。車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。ホンダシビックタイプ R レースコントロールカーになりますね。これもね、かっこよかったですよね。ボディカラーは黄色のソリッドです。ボンネットに鈴鹿サーキットレースコントロールと入ってて、ライトはダーク系のクリアパーツ、グリルとエアインテーク黒の塗装になってますね。で、一番下のところに赤いラインがぐるっと入ってて、ホイールにも赤が入ってます。これかっこいいですよね。で、サイドに同じく鈴鹿サーキットレースコントロールとプリント入ってますね。窓周りピラーの一部が黒になってて、インテリアも黒一色、ルーフも黒のソリッドになってますね。で、蛍光灯バー型のクリアパーツがついて無色になってますね。で、スポイラーは柔らかい素材になってて、テールランプはこれも重ね掛けになってます。丁寧にできてますよね。車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。ロングトミカいきましょう。 HRC モーターホームになりますね。現車からボディカラーは白のソリッドになってます。フロント周り真ん中に HRC ホンダレーシングとプリント入ってます。グリルは黒の塗装で、ライトはシルバーの塗装です。ナンバープレートにね、白のプリントが入ってるのは嬉しいですよね。で、インテリア黒一色です。シートだけ確認できます。ピラーの一部がね、黒になってますけど、ちょっと塗り分け微妙ですよね。で、サイドの上の方にホンダとプリント入ってて、サイドのこの赤い部分ですけど、これプリントになってますね。で、後ろ赤になってて、車種はこんな感じです。で、トレーラー部分パターンがいろいろついてるんですけど、これ全部シールになってます。上の部分をカパッとね、開けてカチッと固定することができます。中にもパターンありますけど、これも全てシールということで、やっぱりね、一部プリントだったらよかったなと個人的には思いますね。で、テールランプ塗り分けなくて、ここもシールになってます。車種はこんな感じです。で、連結することができて、サスペンションはついてません。トミカプレミアム行きましょう。スバル360の通常版になりますね。ボディカラーはアイボリーのソリッドになってます。フロント周りライトはクリアパーツで、その周りシルバーになってます。下の方スバルと入ってます。フロント周り結構ね、細かくできてますよね。バンパー黒いのはシャーシから連続した成形色で、ホイールシルバーになってます。特殊なやつがね、いい感じですよね。このシルバーもいいなと思います。で、窓周りフロントウィンドウの周りに黒が入ってますね。で、インテリアは茶色、この茶色いいなと思いました。ルーフのところはマットの黒になってて、リアウィンドウについてもね、黒いのが回ってますね。で、グリルの凹凸しっかりついてて、リアバンパーについてもこれはシャーシから連続してます。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。同じくスバル360発売記念仕様になりますね。出していきます。
ボディカラーはまあグレーがかった青緑色と言ったらいいんでしょうかね、のソリッドになってます。ルーフも通常版とは色が違ってますね。それ以外のところは通常版と同じになってるかなと思います。車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。トミカプレミアムアンリミテッドです。10番の銀河鉄道3939号を見ていきます。2つに分かれてますね。ボディカラーは黒ではなくてダークグレーといった感じかなと思います。フロント周り各種プリントがいろいろついてます。造形はかなり全体的に凹凸細かくできてるなという感じがします。上の筒状の部分、それから運転席周りはこれプラスチックになってて、艶消しの塗装になってます。でその下の艶ありの部分がこれダイキャスト製になってますね。で後ろ石炭の造形は成形色になってて、サイドにギャラクシーエクスプレスということで、39のねロゴマークがついてます。反対側にも同じようについてますね。でシャーシはこんな感じです。で後ろの客車なんですがプラスチック製になってますね。茶色いところは成形色、上のルーフは塗装になってるかなという感じです。中の造形はちょっとねわからないんですけど、窓がずらっと並んでるのはいいなと思います。シャーシはこんな感じです。で連結してそのまま走らせることができます。カーズトミカ行きましょう。ライトニングマックイーン、パトカータイプになりますね。日本のパトカーがベースということで、これいいですよね。表情もいい感じですよね。ボンネットにはジャパンレスキューとロゴマークついてます。サイドに警視庁ポリスとプリント入ってて、ルーフにはブーメラン型の赤色とクリアパーツです。で急降後とプリント入ってます。スポイラーにはポリスとプリント入ってますね。で裏側リアにも警視庁ポリスと入ってます。なかなかいい感じじゃないかなと思います。車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。メーター消防車タイプになります。出していきます。これも日本の消防車がベースということで、色がねまさに消防車の色になってますよね。ボンネットに同じくジャパンレスキューとロゴマークついてまして、目のところのプリント、これホットウィール系のザラッとしたやつになってますね。でサイドに消防本部緊急支援隊とプリント入ってます。 A113 とかね入ってますね。でラインもついてて、でルーフのところにはバー型の赤色とクリアパーツになってます。で後ろのシルバーの部分は成形色です。一部ホースのところが黒の塗装になってますね。でサイドのところもしっかりプリントついてますし、リアのところにもプリントナンバープレートも入ってるということで、これもかなりいい感じの車両じゃないかなと思いますね。車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。ドリームトミカ行きましょう。ディズニーモータースポピュートミニーマウスですね。ミニーの人形なんですが、頭ぐるぐるぐるとできて、万歳、それから足も動かすことができます。プリントも塗装も結構ね、いろいろ入ってていいなと思います。で、ポピュートですけど、ボディカラーは赤の少し艶消しになってますね。で、ドット柄になってますよね。で、インテリアは白一色。ルーフのところには、リボンがね、ついてます。で、後ろにはビスケットとプリント入ってますね。で、シャーシはこんな感じです。そして、サスペンションがついてます。はい、トミカギフト行きましょう。発車します。トミカタウンバスセットになりますね。ボディカラーはコーラルピンクと言ったらいいんでしょうかね。結構ね綺麗な色だと思います。行き先はトミカタウンとプリントになってで、こちら側ノンステップバス、それからいろんなね、食べ物がプリント入ってます。ドアを開けることはできません。インテリアはクリアパーツの座席がずらっと並んでます。反対側にも同じく、プリントがねいろいろついてて、トミカタウンマルシェとなってますね。でルーフですけど、これは白の成形色で、リア周りテールランプはプリントになってます。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。ボディカラーは青のメタリックに、これはパールも入ってるかな。トミカ交通と、プリント入ってますね。で、ライト、ゴールドがずらっと横の方にまで繋がってるという感じになってます。綺麗ですよね。インテリアは、座席がずらっと並んでて、クリアパーツですね。で、ルーフの部分もクリアパーツになってます。反対側もこんな感じで、ホイールゴールド綺麗ですよね。で、テールランプ塗装になってて、シャーシはこんな感じです。そして、サスペンションはついてません。続いてメルセデスベンツシナーロトミカタウン連接バスです。ボディカラーは黄色のソリッドで、行き先はトミカタウン駅となってます。プリントになってますね。でサイドにもついてますけど、これもプリントで2箇所あります。インテリアは座席がずらっと並んでて、ルーフ黒いところは成形色、一部塗り分けが入ってます。反対側は特に行き先とかはね、ついてないですね。で連接部分でカチカチカチと動かすことができるようになってて、シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。
それとバス停パーツが2つ付いてます。どちらもシールになってて、裏側にはシール貼られてません。続いて新作ではないんですが、紹介したトミカ見ていきます。トヨタ F1 カーです。シールと、車両になりますね。ボディカラーは白のパールになってます。で、赤いところは塗装だったり、パターンのところはこれプリントになってますね。結構ね、細かいプリント入ってますよね。で、タイヤなんですけど、大型になってます。なかなかね、いい感じだなと思います。インテリア、シートベルト、それからステアリングを確認できて、サイドポットのところは、パナソニックとかね、いろいろプリント入ってますけど、結構細かくなってますよね。で、この部分シールになってます。ベッドシールシートありますけど、まあ、付けなくでもこれはね十分楽しめるんじゃないかなと思いますね。で、リア周り、タイヤもね同じものになってて、ウイングに関しては白いところ成型色で、サイドのところに、プリントがついてるという感じですね。で、車種はこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。レギュラーのフォーミュラー R の 3.5 になりますね。はい、ちょっともうボロボロになっちゃってて申し訳ないんですが、パターンいろいろありますけど、これすべてシールになってます。結構ね細かいシールですよね。雰囲気あっていいなと思います。で、ボディのこのねガンメタのところがすごく綺麗ですよね。インテリアなんですがシートが確認できます。あとステアリングの造形も一部あるという感じになってて、ポットのところの凹凸がなかなかかっこよくていいなと思いますね。で、ウィングの部分これもすべてシールになってます。ここもね細かいなと思います。テールランプ特に塗り分けなどはありません。で、車種はこんな感じです。そしてサスペンションはついてません。トミカギフトのキャリー&サンバー軽トラセットになります。まずはスズキキャリーのマグロ販売車です。ボディカラーは白のソリッドですね。ライトは反射系の塗装になってて、グリル周り結構ね細かくできてますよね。サイドには港選挙店とプリント入ってます。インテリアはグレーになってますね。で、荷台部分なんですが水色のところかな、ここが成型色になってて、サイドにマグロ販売車三崎直送ということでマグロのねイラストがついてます。反対側も同じものになってますね。これシールになってて、で両サイドを開けることができるんですけど、中がね何もないんですよね。これがねほんと残念だと思いますね。で、テールランプ塗り分け入ってます。車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。同じくスズキキャリーのホームセンタートラックになります。これボディカラーは赤と白のソリッドになってますね。これもライトは反射系の塗装になってて、グリル周り結構細かくできてます。インテリアは同じくグレーになってますね。で、サイドにホームセンタードゥイトゥヤセフとね、プリントが入ってて、荷台部分白いところは成型色です。で、サイドの赤いところが塗装になってますね。結構ね広くなってるんで、いろいろ遊びやすいんじゃないかなと思います。で、テールランプ塗り分け入ってて、車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。サンバー行きましょう。スバルサンバーのタンクローリーになります。ボディカラーは緑と白のソリッドになってますね。ライトはこれも反射系の素材で、グリルの部分下のところが成型色です。サイドにオイルサービステント入ってます。プリントですね。インテリアは黒一色です。で、後ろなんですけど、全体がこれはプラスチック素材です。シルバーの塗装、赤い塗装がついてて、で、灯油とプリントが入ってますね。結構リアルですよね。で、リア周り特に塗り分けはありません。車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。最後は同じくサンバーの鍵サービスカーです。ボディカラーは白のソリッドで、ライトは反射系の塗装ですね。インテリアも黒一色になってます。で、後ろ部分ですけど、黄色いところは成型色で、サイドに鍵のイラスト、フリーダイヤルのね、0120、そして鍵サービスカーとプリント入ってます。反対側も同じプリントが入ってます。いい感じですよね。で、後ろを開けることができます。中は特に何もありません。リア周り特に塗り分けなくて、車種はこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。ここからはおまけトミカになります。ホンダが6月多かったので、オデッセイをね2台ほど紹介したいと思いますね。ホンダオデッセイのワゴンタクシーです。
ボディカラーはオレンジのソリッドになってます。ライトは反射系の別パーツ取り付けで、エンブレムの塗り分けプリントはありません。下グリルがね一部黒になってますね。でボンネットからルーフリアにかけて、黄色と緑のあのチェッカーフラグのパターンがねプリントで入ってます。でサイドにラインとトミカ交通、それから無線1031トミーですねのプリントが入ってます。窓周りはモールとピラーの一部黒になってて、インテリアはグレーになってますね。でルフにはアンドンついてます。青いところは成形色で、後ろと前にタクシーとプリント入ってます。でリア周りなんですが、テールランプ塗装になってて、後部ドアをよいしょ開けることができます。3列目の造形があるのはねかなりいい感じじゃないかなと思いますね。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。イトーヨーカドーオリジナルのホンダオデッセイパトロールカーを見ていきましょう。まあ、パトカーということでボディカラー白と黒、そこに水色が入ってます。結構ね珍しい色ですよね。でモデルとしてはさっき あのタクシーと同じタイプになってます。ライトはゴールドの反射系の別パーツ取り付けになってますね。これもエンブレムは特にプリントなどはありません。でサイドには警視庁とプリント入ってて、窓周りモールとピラーの一部がマットの黒、インテリアはダークグレーですね。でルフにはブーメラン型の赤色とクリアパーツがついてて、テールランプは塗装になってます。で後部ドアを開けることができますね。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。続いてトイズドリームプロジェクト の車両をあんまり紹介してなかったと思いますんで、憧れの名車コレクション4の中から同じくホンダの CRZ を紹介していきたいと思いますね。ボディカラーはマットの黒になってます。このね艶消しの感じすごくかっこいいですよね。ライトはシルバーのプリントで、グリルは黒の成形色です。ホイールが一部赤になってます。ここもいい感じだと思います。でインテリアなんですが、インパネ周り黒なんですけど、シート周りは赤ということでかっこいい部分ですよね。でサイドね、窓のところも一部マットの黒ということで、結構ね特殊な部分だと思います。リアウィンドウクリアパーツで、テールランプ赤とシルバーの重ね掛けのプリントということで、ここも丁寧にできてますよね。本当にいい車じゃないかなと思います。シャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。同じくトイズドリームプロジェクトの憧れの名車セレクション4から、今度は日産ジュークを紹介していきたいと思います。これもねかっこいいですよね。個人的にはかなり好きな1台ですね。ボディカラーは赤のソリッドになってます。でボンネットからリアにかけて、ルーフにはないですけど白いラインがプリント入ってます。ここがねいい感じですよね。でフロント周りグリルのところが黒のマットになってます。エンブレムもしっかり塗り分けプリントがね入ってますね。でライトはシルバーになってます。ホイール黒かっこいいなと思います。窓周りモールとピラーの一部黒になってて、下のところには白のラインがプリント入ってます。丁寧にできてますよね。インテリアは黒一色、リア周りテールランプ、これ一応塗り分けが入ってます。ちょっとね見にくいかもしれませんけど、違う色になってますね。でロゴマークプリント入ってます。でシャーシはこんな感じです。そしてサスペンションがついてます。最後39ありましたんで、機関車バス青春号を紹介しておきましょう。これもね結構しっかりとしたトミカですよね。原車から塗り分けプリントかなり細かくできてますよね。パターンがね細かくていいなと思います。丁寧にできてますね。ルーフのゴールドもとても綺麗じゃないかなと思います。インテリアは、シート確認できます。クリアパーツになってます。この辺の凹凸もね結構細かくできてていいなと思います。タイヤは2つでホイールが赤ということでかっこいいですよね。この辺の塗り分けも細かいですね。反対側もこんな風になってで、シャーシはこんな感じです。で後ろなんですが、これもいいですね。パターン細かくできてますよね。文字もしっかり入ってますね。ドアを開けることはできません。リアも、ちゃんとねプリント入ってますし、反対側にもしっかり入ってます。インテリアは同じくクリアパーツの、座席がねずらっと並んでるという感じになってますね。で素材なんですけど、この黄色いところの下のところがダイキャスト製なんで、全体的に結構ね重たい仕様になってます。青いところが、これ成形色で、ルーフは、ゴールドの、ね、塗装がかかってるという感じ。これ綺麗ですよね。でシャーシはこんな感じです。で連結できてサスペンションはついてません。
以上、6月に紹介した届いたトミカとおまけトミカを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。